ミモデスティ・ブレイズはイギリスのバーレスクパフォーマーである。2007年6月にラスベガスのバーレスクホール・オブ・フェームでタイトルを獲得している。芸名はイギリスのコミックのキャラクター、モデスティ・ブレイズにちなむものである。1978年にイングランド・ハートフォードシャーのヒッチンでケリー・フレッチャーとして生まれる。クロアチア、ロシア、アイルランドの血を引いている。 1962年のジプシーなどの映画やグレース・ジョーンズのようにグラマラスで強い女性像に惹かれていた。イモデスティは1990年代半ばからロンドンでバーレスクパフォーマンスを始めた。当初、日中は映画業界で働いており、その傍らショーを実施していた。イモデスティは当時のバーレスクパフォーマンスについて本当に空白地帯で働いていたんです。 ほとんどの人はバーレスクがどういうものだか知らなくて、ストリングフェローズのナイトクラブで働いているような昔ながらのストリッパーではないということを他の人に分かってもらうのは大変でしたと語っている。イモデスティは最初はブリックレームのパフォーマンスアートナイトのようなアンダーグラウンドシーンでショーをやっており、その後ニューバーレスクの立役者の一人として広く認められるようになった。ファッションやセレブリティ、 アート関連のイベントでフルタイムでパフォーマンスするため、イモデスティは映画の仕事を辞めることにした。2009年にイモデスティは EMI と契約した。長編ドキュメンタリーバーレスクアンドレスドをプロデュースし、本作は30カ国以上の映画館で公開されている。ヨーロッパや北アメリカ、極東地域まで世界中の会場でライブのショーも行っている。ゴールドフラップ。 マーク・アーモンド、ジェームズ・ブラウン、ロキシー・ミュージック、バリー・アダムソン、ニック・ケーブなどのミュージシャンとも一緒にパフォーマンスしている。2002年にゴールド・フラップのライブ及びトレインのミュージックビデオに出演したことはバーレスクをイギリスのメインストリームに届けるきっかけとなった。2005年にウエスト・エンドの劇場で初めて5ヶ月間にたるバーレスクショーを行い、2006年には 歴史あるウィンドミルシアターでバーレスクを復活させた。2007年にはラスベガスのバーレスクホールオブフェームでバーレスクの女王のタイトルを獲得した。2007年にはアスコット競馬場で特別パフォーマーとしてショーを行った。2008年にはディベート協会であるオックスフォードユニオンに招かれた最初のショーがあるとなりアメリカが衆国会議員である。 ボブバー及びマクナリー教と共に、イベントに参加した。BBC のウーマンズアワーや BBC、ワールドサービスなどのテレビやラジオの番組、ブフィーサウスバンクや、ヘイフェスティバルなどでもトークショーゲストとして参加している。イモデスティは小説を2冊刊行している。ありがとうございます。